考えうる最悪の状況ってやつだな。そうなの？ユージが汚染された。汚染？君たちはこのまま進め、僕はもう少し情報を漁ってくる。オッケー、気をつけてよヒューゴ。僕を誰だと思ってるんだ。気をつけるのは君らの方。構築する。
わけにはいかない。まだ終わるわけにはいかない。ごめんパパ。データの蓄積は順調。
わけがつかない。
Thank you.
築する。Thank you.
何か分かった？さっきユージがいた部屋を漁っていてログを拾ったんだ。見せて。誰かこれを見つけたら必ず琥珀に伝えてくれ。考えられないことになった。 EB に権限を奪われてしまったよ。 EB はシステムを破壊するつもりだ。まさかプログラムがストレスに負けるなんて考えもしなかった。私ももう少し AI を学ぶべきだったかもしれんな。EB、自分の使命を全うできないことが我慢ならなかったようだ。システムは何とか守ったが、もうここから手を出せるものではなくなってしまった。すまんヒューゴ、パーティションもまだ途中だ。 EB は自身が終わらせるはずだったものを終わらせに行くはずだ。アーカー社を守れ。琥珀、愛し、パパ、さっきのやつは EB に乗っ取られたユージだ。 EB がウイルス化している。ウイルス？我々にとって最も厄介な相手だ。奴は全てのプログラムを破壊するつもりだぞ。そんなことさせない。EB は自分の使命があるって言い続けてたけど、それでも話は聞いてくれたもん。絶対私が説得してみせる。可能性はゼロじゃない。僕は無駄だと思うけどな。アーカー社は琥珀の判断に従う。 EB に会わなきゃ。
まるわけにはいかない。データの蓄積は順調。いくよ、よっ、いくよ、いくよ、ドン、ドン、よいしょ、よいしょ、グン、よっ、よいしょ、いくよ、よいしょ、ドン、ドン。
琥珀。どうしたの？今のあなたでは EB に勝てないかも。そんなのやってみなきゃわかんないじゃん。 EB はユージの力を取り込んでた。でもこっちは EB のまがいものしかない。アーカー社の言い分は間違ってないと思うぜ。で、何かプランがあるんだろ？ある。私が力を貸す。どういうこと？フラグシェルはまだ完全じゃない。だけど足りない一つを琥珀が補ってくれれば私の本来の力に等しいか。それ以上の力が手に入る。うん。それはさ、アーカー社にも負荷がかかったり壊れたり消えたりするようなことではないんだよね。それはないと思う。どちらかといえば琥珀に負荷がかかるかもしれない。なんかさっきから弱気じゃない？やったことがないから何が起こるかわからない。琥珀が死んじゃうかもしれない。え？そんなヤバいやつなの？これでも一応神様みたいなもんだからな。アーカー社には決められない。だから琥珀が決めて。まあ死ぬかもとか言われたら悩むよね。そりゃ一応これでも生命体やってますし。でもこのまま行ってもパパビーにやられるかもしれないわけでしょ。パパビー？それはそれで困るし。でもチャンスは二度もないだろうし。パパビーって何？決めたよ。アーカー社は私なら大丈夫と信じて提案してくれたわけだもんね。私もアーカー社を信じる。わかった。今あるフラグシェルでできる書き換えは一度だけ。準備ができたら奥の部屋に移動して。ヤバそうなんだけど。 EB は多分あの先にいる。琥珀、準備はいい？オッケー。どんと来い。始める。どっちも無事に生きてるみたいじゃん。で、具合はどうなんだ？なんか変わった感じはあんまりない。おい、亀裂が閉じるぞ。行かなきゃ、琥珀。わかった。どっちにしたってやんなきゃいけないもんね。ヒューゴはどうするの？正直言っていいか？この亀裂の中にだけは入りたくない。私だってそうだよ。でもまあ行かなきゃいけないんだろうなって気がするよ。君たちは先に行ってくれ。僕は一杯飲んでから行くよ。オッケー。じゃあまた後でね。琥珀、困ったことになった。やっぱ失敗だったとか？レーベキスターニャの出力が
リミッターが効かないと、どういうことでしょう。めっちゃパワー出てる。めっちゃパワー出てる。なんならちょっと暴走してる。なんならちょっと暴走してる。いいじゃん、いけそうじゃん。これいける。しゃあ、待ってなさいよパパビー。連続ダッシュでシュシュって飛べたりしない？いくよ。うん、本当に？むしろ行き過ぎて壁にぶつからないで。望ましい結果ではない。そんな、アーカー賞を渡されたし。だから、やだってば。 EB 言ったよね。使命とは別にプランを検討することはできるって。本当に検討した？せっかく誰も殺さないで済む方法を考えて実行に移そうってなってみんな頑張ってるのに。努力の是非は関係ない。人は済む努力に価値を見出そうです。努力じゃなくてもいいよ。みんなで目標を立ててそれを達成。墓穴掘るなよ。そっか、ニビーは最初から目標を達成したいだけ。それが私の存在意義で、ただ一つの価値で。向こうはやる気だぞ。ヒューゴ、ちょっと聞きたいんだけど。なんだ？私が EB を倒した場合、パパはどうなるの？あまり言いたいことじゃないが、結論だけを言うと何も起こらない。え？琥珀も以前言ってただろ。あのユージはクローン、レプリカだ。まあ、琥珀流に言うなら、ユージにとっての弟かもしれんが。ヒューゴ、出現。いい加減に吹っ切れ。どうせ戦うことになるんだ。琥珀に負ける気がないなら、倒れるのはあっちだ。私の名はエグゼブレイカー。このシステムを完了するために発生したプロセスである。あるわけにはいかない。よっこっちよっこっち。
わけにはいかない。この結果は想定外。システム起動。
かない。